ドラッグレース、ドラッグレースはアメリカを発祥とする直線コース上で停止状態から発進しゴールまでの時間を競うモータースポーツ。このスポーツに挑戦するものはドラッグレーサー、ドラッグレーサーと呼ばれる。引っ張られているように見えるほど速いことからドラッグレースと呼ばれるようになった。大馬力機のチューニングカーやドラッグレース専用車両を使いシグナルが変わる。 瞬間の一瞬の反射神経と巨大なトルクをいかに確実に路面からの水力に変換しパワーを乗せていくかシフトチェンジやペダルワークそしてそれらを維持する精神力を競う元々はアメリカの若者の間での夜中の違法レースが発祥とされているサーキット競技とは異なりドラッグレース専用のハイパー競技者の場合は数秒 ストックの市販車でも十数秒から二十数秒で勝敗が決し、またスタート前のバーンアウト、バーンアウト、とも及び、場合によっては走行中にもも々と上がる白いタイヤスモークやナイトラスオキサイドシステムのパージバルブを作動させた、時に出る、白煙、直感、サイレンサーなしの排気管から盛大な音を響かせる、エンジン等、見た目にもインパクトが強い競技でもある。そのため、 競技としてではなく、工業として行われることもある。発祥地のアメリカでは、様々なクラスに分けられ、全米規模の協会もあるなど、モータースポーツとしての地位を確立している。日本国内では、ジャダやビッグエンドレーシングクラブ、バークのレースが知られているが、一番歴史が古く、トップフューエルからナンバー付き車両まで一番エントリー台数が、多いのは2012年に2回目を迎えた。 富士スピードウェイで毎年7月の最終日曜日に開催されるスーパーアメリカンフェスティバルである。当然ながら当初は競技場の設定やレギュレーションなどといった競技化はされていない。日本では1950年代に新中軍のオートバイクラブが滑走路を利用して盛んに14マイルレースを行っていた。アメリカのドラッグレース団体、ん ナショナルホットロットアソシエーションの発足と競争の実施が競技としてのドラッグレースの始まりとされる。ほとんどの場合1対1のトーナメント方式で競技が行われる。最高峰のトップフューエルクラスでは5000馬力を超えるエンジンを搭載し、スタートからゴールまで4秒台で駆け抜けその時の最高速時速 500km を超える。この速度では通常のブレーキでは 能力が不足するため、ドラッグシュート、落下山、パラシュート上の一種の空力ブレーキで減速する。なおこのクラスでは一度走るごとに、エンジンのフルオーバーホールを行い、燃費はリッター5から6メートルと言われている。またジェットエンジンを搭載したクラスもある。競技時間が非常に短いためラジーターなど、冷却装置を持たない。他のクラスでは、スポーツカーや、 その他スクーターから、セムアイ、セミトレーラー用、トラクターヘッドや、スノーモービルなどの特殊な競技者まで、多種多様な車種で行われる。車種は通常競技では統一しているが、工業の場合は異なる車種、スーパースポーツバイク隊、スーパーカーなどで行われることもある。公道での違法ドラッグレースはかつて、日本でも行われゼロ四族として問題になったことが、 距離は特に定められていない。ルールによって短い距離で行うこともあれば、長い距離で行うこともあるが、1、4マイル、約402メートルで行われることが多い。特に1、4マイルでのドラッグレースのことを、日本では、約0から400メートルの競技区間であることから、04と呼ぶ。スタート直後から、巨大なトルクを路面に確実に伝えるため、 ドラッグレースではしばしばバーンアウトが行われる。バーンアウトとは、スタート前に意図的にタイヤを空転させて加熱させる行為でるが、同時に路面にタイヤのラバーを焼き付けて摩擦抵抗を上げる意味も持ち合わせている。この行為によって空転するタイヤから凄まじい白煙が上がる。ドラッグレースは、ドラッグストリップと呼ばれる左右に分断された直線コース、 レーンで開催される。左右に分断されたその中央には、通称、クリスマスツリーと呼ばれる、各種信号が縦に列に並んだ、シグナルシステムが存在する。一般的なクリスマスツリーにあるシグナルは、上から順に書きに意味がある。市販車等の性能を表す一つの物差しとしても、04のタイムが使われることがある。かつてはメーカーが、カタログスペックの一つとして、 04のタイムを掲載することもあった。少なくとも、かつての日本車や韓国車のカタログ CM で見られることがあった。SS、スタンディングスタート4分の1マイル X 秒と表記される場合もある。自動車趣味において、いわゆる、足回りが悪く、優れた加速性能を持ちながらも、ブレーキング、ハンドリング、コーナリングなどの性能がまるで伴っていない SS、SS1。 4のタイムのみが取り柄のような車に対し、そのアンバランスな魅力を認める愛情を込めたやゆとして直線番長の称号が与えられることがある。また、かつての国鉄専用に用意される高速バス車両の性能要件には0429秒以内というものが含まれていた。これはもともと高速道路上のバス停から発車し、 素早く安全に本線車道に合流することを考慮したものである。国鉄専用形式はこのために大出力エンジンと一足を発進ギアとする特別なギア比のマニュアルトランスミッションを装備していたこの目的では日本では0100とも言われる時速 100km までの加速時間の方が直接的な指標ではある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。